皆さん、こんにちは。これからパフォーマンス、壁と戯れるを行います。私はベルリン一読センターの清田時子と申します。ベルリンで壁というと、東西ベルリンを隔てていたベルリンの壁が真っ先に思い浮かびますが、このパフォーマンスのタイトルの壁は、言葉の壁、文化の壁です。2年半前に日本から移住して、言葉と文化の壁に打ち当たったダンサーの手塚夏子さんがコンセプトを作り、デュッセルドルフにある舞台芸術の団体 FFT の協力で、10月にマツ・ケルンの日本文化会館で開催されました。その時はまだ本物の舞台で実施することができました。手塚さんとドイツ人パフォーマーが真ん中の壁を隔てて、両側で各々自分の知らない相手の言語と格闘、失礼、戯れるというパフォーマンスでした。今回のベルリンでは、残念ながら舞台で実施することができなくなりましたので、手塚さんは Zoom による新たなコンセプトを考えてくださいました。参加者の皆さんに手塚さんと一緒に画面を通してインタラクティブに 壁と戯れていただきます。皆さんにはお申し込みくださいましてありがとうございました。手塚夏子氏は日本マイム研究所でパントマイムを勉強してソロ活動を行った後、2000年から数年間、日本の著名なコンテンポラリーダンスカンパニーニブロールのメンバーでした。その後、ソロダンサーおよび振付家として活躍され、2年半前からベルリンにお住まいです。このプロジェクトの企画に関しては、冒頭申し上げた FFT の岡本明子氏、ケルン日本文化会館の実川雄介氏に大変お世話になりました。ありがとうございます。また技術サポートスタッフとして草刈真理氏と戸松春香氏にご協力いただいています。そしてベルリン日読センターでは、文化部長を司会しております、川内明子、文化部那須田栄、ルイス・エルケンブレヒトが担当するとともに、他の部門から牧野ひとみ、スベン・トラシェフスキー、ミハエル・ニーマン、そして通訳者として関川富士子が協力しています。皆さんのご尽力ありがとうございます。それではパフォーマンスに移りたいと思います。インタラクティブなパフォーマンスはおよそ60分の予定で、その後5分間の休憩を挟んで質疑応答を30分ほど行います。今日のパフォーマンスは、追って当センターの YouTube で公開し、多くの方々に見ていただく予定です。皆さんと手塚さんのエネルギーから何が生まれてくるか、とても楽しみにしています。それではどうぞよろしくお願いします。ありがとうございました。皆さん、こんにちは。手塚夏子です。日本出身のダンサー、振付家です。2年半前にベルリンに引っ越してきました。ドイツ語はとても難しく、言葉の壁はとても高いです。でも、もしその壁と遊ぶことができたら、それは私にとって救いとなります。ですから、ドイツ語話者の皆さんは、ドイツ語の壁と戯
ドイツ語の壁で私と遊ぶことを通して、私を助けてください。私には日本語ができますので、一緒に日本語の壁でも遊んでみましょう。日本語話者の皆さんは、私と一緒に遊ぶことで私を応援してください。私にはその言葉が分からなくても、その言葉を動きで表現していただければ、私にも意味が分かると思います。なので、お互いに言葉をいくつか提供し合って、その動きを見せ合う遊びをしましょう。ステップ1、動詞。まずは動詞を提供してください。ドイツ語あるいは日本語の動詞を1つチャット欄に記入してください。Selbst wenn ich das Wort nicht verstehe, denke ich, dass es Sinn macht, wenn Sie das Wort in Bewegung ausdrücken können. Spielen wir also miteinander, indem wir einige Wörter bereitstellen und ihre Bewegungen zeigen. Schritt 1, Verb. Bitte geben Sie zuerst das Verb an. Bitte geben Sie ein deutsches oder japanisches Verb in das Chatfeld ein an alle.リンケン、スプレッシェン、もう一個ドイツ語来ないかな。あ、クロッフェン。この単語を見てください。この緑色は、動詞であることを表しています。まずはドイツ語から始めます。これらの単語の意味を理解できてない私が好きなものを選んで発音します。ドイツ語の分かる方は動きを見せることで私を助けてください。Schau dir dieses Wort an. Diese grüne Farbe zeigt an, dass es sich um ein Verb handelt. Beginnen wir mit Deutsch. Ich verstehe die Bedeutung dieser Wörter nicht, also wähle und spreche ich aus. Was mir gefällt, wenn Sie Deutsch verstehen, helfen Sie mir bitte, indem Sie die Bewegung zeigen. Galerieansicht wird empfohlen, um die Bewegung vieler Menschen zu sehen.どれにしようかな。じゃあこれにしようかな。ビンケン、ビンケン、ビンケン、ビンケン。ああ、なるほど。ああ、オッケーオッケー。ん、オッケー、ダンケシェン、ダンケシェン。じゃあ次はね、これにしようかな。スプレッヘン、スプレッヘン。あ、スプレッヘン、うん、スプレッヘン。そうだった、そうだった。オッケー。じゃあ次はどうかな。クロップフェン、
Klopfen. Klopfen. Mm-hmm. Klopfen. Okay. Okay. Danke schön. じゃあ次は日本語ですね。次は日本語です。ドイツ語話者の皆さんは手を挙げて好きな単語を選んでください。私から指名された方は発音してください。私が動いてみますね。それを見てどんな意味か想像してみてください。日本語話者の皆さん、私をサポートしてください。Als nächstes kommt Japanisch. Wenn Sie Deutsch sprechen, heben Sie die Hand und wählen Sie Ihr Lieblingswort. Wenn Sie von mir nominiert sind, sprechen Sie es bitte aus. Ich werde versuchen, mich zu bewegen. Schau es dir an und stell dir vor, was es bedeutet. Japanisch Sprechende, bitte unterstützen Sie mich. Bitte, bitte.Bitte, jemand, jemand, bitte. Okay, Imela-san, Imela-san. Aruku. 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 じゃあみんな助けてね。日本の皆さんも。Okay. Okay. 次これを誰か言った今なんかあ、OK, OK. じゃあ、ネヘストビッテ。Yeah. So, Josephine さん。マゼル。混ぜる混ぜる混ぜる、混ぜる混ぜる混ぜる、やばい混ぜる混ぜる。OK? OK? OK? So, これとこれが終わった。次、ネヘストビッテ、イエマン。OK? この人。モーガンさん。服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 。OK。OK。ダンケシェン。ダンケシェン。じゃあ、ステップ。ステップ2に行きます、ステップ2は副詞プラス動詞。次に副詞を一つ提供してください。副詞は動詞を描写する言葉で、例えばゆっくりとか早くなどです。チャット欄にそれを書いてください。Schritt 2 Adverb plus Verb als nächstes geben Sie bitte ein Adverb an.Adverb ist ein Wort, das ein Verb beschreibt, wie langsam oder schnell. Bitte schreibe es in das Chatfeld an alle. Beckwipst. Beckwipst. Leise, der Fukushi.ライゼ、ライゼ、
hartig. この単語を見てください。この青色は副詞であることを表しています。日本語、ドイツ語、どちらも語順は青色、緑色です。私は好きな組み合わせを選んで読みます。ドイツ語話者の皆さんはそれを、動きを見せてください。日本語話者の皆さんは私と一緒にそれがどんな意味か想像してみてください。Schau dir dieses Wort an. Diese blaue Farbe zeigt an, dass es sich um ein Adverb handelt. Die Reihenfolge der Wörter in Japanisch und Deutsch ist erster blau und zweiter grün. Ich wähle und lese die Kombination, die ich mag. Deutsch Sprechende, bitte zeigen Sie Ihre Bewegung. Japanisch Sprechende, bitte stellen Sie sich mit mir vor, was das bedeutet.じゃあどうしようかな。じゃあ、これにしようかな。これ、フーティヒでいいのかな。フーティヒスプレッシェン。面白いことになってる。これは何だろう、なんか。わかる？みんな。なんとなくわかるね。じゃあ次行ってみよう。ダンケシェン。じゃあ次行ってみよう。じゃあこれにしようか。ベシュビプストヴィンケン。なんか面白い動きになってる。なんか飲んでる。ベシュビプスト。なるほど。OK。ダンケシン。なんとなく。次。はい。ライゼクロプフェン。ライゼクロプフェン。ライゼクロプフェン。なるほど。これみんな大体同じ動きしてる。わかる？わかりました？みんな。大体わかった ?OK?OK?じゃあ次、日本語ですね。はい。次は日本語です。ドイツ語話者の皆さんは手を挙げて好きな組み合わせを選んでください。私から指名された方は発音してください。私が動いてみますね。それを見てどんな意味か想像してみてください。日本語話者の皆さんも必ずサポートをお願いします。Als nächstes kommt Japanisch. Deutsch sprechende sollten ihre Hände heben und ihre Lieblingskombination wählen.
Wenn Sie von mir nominiert sind, sprechen Sie es bitte aus. Ich werde versuchen, mich zu bewegen. Schau es dir an und stell dir vor, was es bedeutet. Japanisch Sprechende, bitte unterstützen Sie mich. Bitte, bitte. Jemand, jemand. Okay, Josephine-san. しなやかに。しなやかに、コンビナティオーネン。しなやかに、歩く。しなやかに歩く。しなやかか。しなやかに歩く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 。こんな感じ。わかったかな？ OK、しなやかに歩く。はい、次行きます。ネヘストビテ。OK、ジョセフさん。クスリフク。ぐっすり、これかな？ぐっすり、服。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 こっちに戻って。こんな感じ？こんな感じ、わかったかな？ぐっすり吹く。わかった？ OK。じゃあ次。ネヘストビテ。イェマンド。イェマンド。誰か誰か誰かビテ。OK。ジョセフィンさん、もう一回お願いします。素早く混ぜる。素早く混ぜる。Okay. 素早く混ぜる。素早く混ぜる。素早く混ぜる。わかった？OK。わかったかな ？OK。ありがとう。応援ありがとう。じゃあ次行こう。ステップ。次のステップ行きます。ステップ3。は、体の部位プラス副詞プラス動詞、次に体の部位の名前、例えば手のひらとか、膝とか、などの言葉を一つ提供してください。チャット欄にそれを書いてください。
Schritt 3. Körperteil plus Adverb plus Verb. Geben Sie dann den Namen des Körperteils an. Zum Beispiel ein Wort wie Handfläche oder Knie. Bitte schreibe es in das Chatfeld. ポバケ、それから、フィンガー、それから、シティーン、っていうのかな。じゃあ、この単語を見てください。この赤色は体の部位であることを表しています。で、日本語、ドイツ語、どちらも語順は赤、青、緑です。まずはドイツ語から始めましょう。私に代わって日本語話者の皆さんも手を挙げて好きな組み合わせを選んでください。私から指名された方は発音してください。ドイツ語話者の皆さんはその動きを見せてください。Schau dir dieses Wort an. Diese rote Farbe zeigt an, dass es sich ein Körperteil handelt. Die Reihenfolge der Wörter in Japanisch und Deutsch ist erster rot, zweiter blau und dritter grün. Beginnen wir mit Deutsch. Für mich sollten japanische Sprecher ihre Hände heben und ihre Lieblingskombination wählen. Wenn Sie von mir nominiert sind, sprechen Sie es bitte aus. Deutschsprechende, bitte zeigen Sie die Bewegung. Hi, 日本語話者の皆さん、特にドイツ語のわからない日本語話者の皆さん、選びましょう。手を挙げてお願いします。はい、じゃあ、カキヤさん。ミッチュステルンフルティヒビンケン。ミッチュステルンフルティヒビンケン。OK。はい。ミッチュシュテルンだね。ミッチュステルンフルティヒビンケン。ミッチュステルンフルティヒビンケン。Mit Stern für dich winken. Mit Stern für dich winken. なんか面白いのが出てきたぞ。ははー。Stern。これが Stern かな？Stern。シティルン、フルティヒがいまいちわかんないな。フルティヒ、ビンケン。これがビンケンなんだな。フルティヒ、フルティヒ、フルティヒ。なんとなくわかったみんな。オッケー、オッケー、オッケー。よし。はい。次。はい、次誰か選んで。誰か。はい、じゃあ、萩原さん。ミッドポーバッケベシュビップストクロップフェン。オッケー。ミッドポーバッケベシュビップストクロップフェン。ミッドポーバッケベシュビップストクロップフェン。ミッドポーバッケベシュビップストクロップフェン。はあ。ポーバッケ。はあ。ベプビシュプシュが難しいな。クロップフェンもいまいち難しいな。あ、クロップフェンか。あ、それか。クロップフェン。あ、ベプビシュ、ベプビシュ、クロップフェン。これがベプビシュ？あ、ベプビシュか、これが。ああ、なるほど。ああ、そういうことか。よし。じゃあ、なんとなく分かったところで、最後、誰か読む人、読んでみる人、いる？じゃあ、トラオシー。はい。
ミッドフィンガーライゼスプレッフェン。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 わかる？わかる？難しいよね。難しいけど、なんとなくわかった。よし。ダンクシェーン。じゃあ次、日本語行こうか。よいしょ。次は日本語です。ドイツ語話者の皆さんは手を挙げて好きな組み合わせを選んでください。私から指名された方は私が、発音してください。私が動いてみますね。それを見てどんな意味か想像してみてください。日本語話者の皆さん、私をサポートしてください。Als nächstes kommt Japanisch. Deutschsprechende sollten ihre Hände heben und ihre Lieblingskombination wählen.Wenn Sie von mir nominiert sind, sprechen Sie es bitte aus. Ich werde versuchen, mich zu bewegen. Schau es dir an und stell dir vor, was es bedeutet. Japanisch Sprechende, bitte unterstützen Sie mich. Bitte, bitte, jemand. Okay, so, Morgan. Morgan. Morgan-san. Tsumega, Shina Yakani.マゼロ。OK 爪がしなやかにマゼロ。マゼロ。爪がしなやかにマゼロ。爪がしなやかにマゼロ。爪がしなやかに混ぜる。爪がしなやかに混ぜる。わかったかな？わかったかな？ OK、じゃあ次行ってみよう。はい。ね、noch jemand bitte。noch jemand bitte。Nadine さん。あごが、ぐすり、あごく。あごが、ぐすり、歩く。あ、逆。あ、服になってるね。これだ。ごめん。あごが、ぐすり、歩く。あごが、ぐすり、歩く。あごがぐっすり歩く。わかったかな？これは、sehr schwer。Das ist sehr schwer。じゃあ次行こうか。はい。じゃあ最後。Noch jemand。Bitte。OK。イメーラさん。Suchi Famasuga。Super Jaku Fuku.
土踏まずが素早く吹く。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 日本語話者の皆さん、ナイスファイト、ナイスファイト、ありがとう。いやゼアシュベアでしたね。はい、これで、一通り言ったんだけど、次は、次はドイツ語ちょっと待ってください。はい、今まで分からなかった単語の意味がちょっとずつ分かってきたと思うんですけども、皆さんはいかがですか？ここで私がどのぐらい理解できているか、日本語話者の皆さんがどのぐらい理解できているか、このドイツ語の単語を自由に組み合わせてテストをしてもらいましょう。手を挙げて、ドイツ語話者の皆さんは手を挙げて、私から指名された方は発音してください。そして私が全くわからないときには何かヒントをください。日本語話者の皆さんも一緒にテストに挑戦してみましょう。Ich fange an, die Bedeutung von Wörtern zu verstehen, die ich bis jetzt nicht verstanden habe. Wie ist es mit Ihnen? Jetzt können Sie diese deutschen Wörter kombinieren, um zu testen.Wie gut ich verstehe. Heben Sie Ihre Hand und wenn Sie von mir nominiert sind, sprechen Sie es bitte aus. Und wenn ich das überhaupt nicht verstehe, gib mir bitte ein paar Hinweise. Wenn Sie Japanisch sprechen, versuchen Sie es bitte mit mir. Teste mich. Teste mich. Okay. Josephine. Mit Finger leise winken.Okay. Mit Finger leise winken. Mit Finger は分かるよね、大体ね。Mit Finger leise winken. こんな感じ。こんな感じ？グッ？いやー、だいたいいけてたみたい。ダンケシェン。次、ネヘスト、ノヒエマンドビテ、テステミヒ、テステミヒ、オッケー、ジョセフさん。メッポーバーカー、ホーティッシュプレヒン。これかな？Mit Pobacke hört ich sprechen. 多分そうだ、見た、わかった？ポーバッケ、ここだね。ポーバッ、Mit Pobacke hört ich, hört ich sprechen. Sprechen は、こんにちは、ポーバッケです。っていう感じだね。こんにちは、ポーバッケ、ポーバッケです。こんにちは。しゃべるの大好き、しゃべるの大好き、ベラ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 、しゃべるよ、しゃべるよ、ぷぷぷぷ、パーバッケ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 、しゃべるよ、しゃべるよ、こんな感じ。オッケー、合ってた。大体合ってたみたい。よかった。よし、次行くぞ。じゃあ、最後、はい。じゃあ誰か読んで、もう組み合わせが他のやつをやってもいいんだね。まだよかった。あ、ラスト、ラスト、
Mich, test mich. Teste mich. Noch einmal, bitte. Noch. Okay. Imela-san. Mit Pobacke leise klopfen. Okay. Klopfen. Ah, klopfen. Ah, okay. Wakatta. Mit Pobacke leise. どうしようかな。クロッケン。こんな感じ。どうしようかな。こんな感じ。こんな感じ。オッケー、オッケー。ダンケシン。結構いけたみたい。やった。よし、じゃあ次は、日本語です。ドイツ語話者の皆さん、どのぐらい日本語がわかるのか試しますか？私が単語を発音しますので、なんとなくわかると思ったときには、動きを見せてください。間違ってるかもしれないとは考えずに張り切って動いてみてください。Nun, Deutschsprachige, möchten Sie versuchen, wie gut Sie Japanisch verstehen? Ich werde das Wort aussprechen, also zeig mir bitte die Bewegung, wenn du denkst, dass du sie verstehen kannst. Denken Sie nicht, dass es falsch sein könnte, fahren Sie einfach fort. Ja.じゃあ、最初は簡単に一個ずつ行こうか、ね。じゃあ、歩く。わかる？歩く。うん。そう。ズーパー。ズーパー、ズーパー。OK？ いや。じゃあ、しなやかに歩く。わかる？しなやかに歩く。だいたいわかる？うん、そう、そんな感じ。うん。やあ、やあ、ズーパーズーパー。じゃあ、これは？あごがしなやかに歩く。顎がしなやかに歩く。そう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 、そこそこ、そこそこ、そう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 。顎がしなやかに。歩く。わかった、だいたい。シューン、シューン、ズーパー、ズーパー。OK。じゃあ、これわかるかな？混ぜる。わかる？混ぜる。うんうん。うん。グーグー。や、や、ズーパー、ズーパー。じゃあ、これにしようか。素早くってやったかな？素早く混ぜる。わかる？素早く。おお、そうそう、ズーパーズーパー。いやいや。いや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 。いや。じゃあ、顎が素早く混ぜる。いや、いやいや。いや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 。いや、ズーパーだ。ダンケシェン。いや。ダンケシェン。よし。はい。じゃあ、まだ自信はありませんけれども、まだ自信はありませんが、私がなんとなく理解した、ドイツ語をもとにして、今まで皆さんが出してくださったすべての単語を振り返ってみたいと思います。皆さんも今まで理解できた日本語単語をもとに今まで聞いた単語を一緒に振り返ってみましょう。
ドイツ語も日本語も音声で流れます。どちらの言語であっても体を動かすことにトライしてみましょう。Ich bin noch nicht sehr zuversichtlich, aber ich möchte auf alle Wörter zurückblicken, die Sie bisher gegeben haben, basierend auf den deutschen Wörtern, die ich irgendwie verstanden habe. Lassen Sie uns auf die Wörter zurückblicken, die wir bisher gehört haben, basierend auf den japanischen Wörtern, die bisher jeder verstanden hat. Es werden sowohl Deutsch als auch Japanisch gesprochen.Versuchen Sie, Ihren Körper in beiden Sprachen zu bewegen. じゃあ、みんな準備はいいかな？準備はいいかな？じゃあ、みんな一緒にやるよ。つざめん、ビッテつざめん。じゃあ、スタート。ビンケン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 。スプレッヘン。あわわわわわわわ。こんにちはこんにちは。プレッヘン。こんにちはこんにちは。喋ってる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 。クロップフェン。クロップフェン。うん、クロップフェン。オッケー。歩く。混ぜる。混ぜる。オッケー。る。混ぜる。混ぜる。服。服服服服これ服服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 服Bist winken, beschu wipst winken, beschu wipst winken. Leise klopfen, leise klopfen. Anjaruku. Shinayaka ka. Shinayaka ni aruku.しなやかに歩く。しなやかに歩く。ぐすりふく。ぐすり。これかな？ぐすりふく。ふく。ぐすりふく。ぐすりふく。ぐ。しばやく混ぜる。素早く混ぜる。Okay. 素早く混ぜる。素早く混ぜる。あれ？してるん、フルティヒビンケン。ミットしてるん、フルティヒビンケン。Okay. ミットしゅしゅしてるんだね。ミットしてるん、フルティヒ。Winken. Mit stellen. Hürtig winken. Stellen. Hürtig winken. Mit Pobacke beschwipst klopfen. Mit Pobacke beschwipst klopfen. Mit Pobacke.ベシュビプスト・クロップフェン。ミッドフィンガー・ライゼ・スプレッ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 フェン。しなやかに混ぜる。爪が。しなやかに混ぜる。目がしなやかに混ぜる。ぐっすり歩く。あ、
ぐっすり歩くさあ、顎がすり歩く。いファマスがスーパーヤクフク。いふまずがスーパーヤクフク。ふまずがスーパーヤクフク。ふまずが素早く吹く。たかな？わー、ダンケシャン、ありがとうございました。すごい、すごい、すごい。ありがとうございました。言語の壁は簡単に乗り越えることができません。でも、しかしこうやって皆さんと遊んでいると、言語は本当に壁なのだろうか。という疑問も湧いてきます。皆さんはどう感じますか？もう少しだけ一緒に遊んでください。私はこうやってズーム上演作品に取り組みながら、こうした距離を隔てたグローバルなソーシャルメディアが可能にしたことと、むしろ失われてしまったことについて考え続けています。人と人が集まってその間に何かしらの空気が生まれる。あるいは人の体が私に直接何かを語りかける。そういったことに一体どういった役割があるのかを、今このコロナ禍の中でもう一度考えたくなっています。そんなわけで最後に、皆さんと一緒に別の遊びをしてみたいです。日本語でもドイツ語でもない新しい言語を作って、その言葉に私が特別な意味を与えます。そして私がその言葉を使ってあなたにある願い事をします。そのために皆さんはチャット欄にアルファベットの中の1文字を提供してください。私の方で早い順に7文字目までのアルファベットをつなげて一つの言葉を作ります。Ich erschaffe eine neue Sprache, die weder Japanisch noch Deutsch ist, und ich gebe diesem Wort eine besondere Bedeutung. Und ich werde dieses Wort benutzen, um dir etwas zu wünschen. Geben Sie dazu im Chatfeld einen Buchstaben im Alphabet an.Ich werde ein Wort machen, indem ich die Alphabete bis zum 7 Zeichen in der frühesten Reihenfolge verbinde. I N Z NT
X 1,2,3,4,5,6 I だよね。 L か L。 わお。こうなりました。welche Aussprache Enzentüxel. Great. Enzentüxel. Okay.じゃあ意味を込めます。エンゼントクスル、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 エンゼントクスル。はい。私はこの言葉に特別な意味を与え、あなたにやってみてほしいことを伝えます。私はパソコンに背を向けて窓を開けて、そこから本当の空間を通してこの言葉を皆さんに投げかけます。窓が近くにある方はパソコンに背を向け窓を開けて、その言葉の響きを受信してみてください。そうでない方はそのままでも構いません。そして私が自分の窓からあなたに向かって投げかけた言葉の意味が伝わってきたら、それを行ってみてください。私が自分の窓からあなたに向かって投げかけた言葉の意味が伝わってきたら、それを行ってみてください。本当の空間を通して、私からあなたは見えませんが、私はあなたが何をしているのかを感じ取ろうとしてみます。Ich gebe diesem Wort eine besondere Bedeutung und sage Ihnen, was Sie versuchen sollen. Ich drehe meinem Computer den Rücken zu, öffne das Fenster und spreche dieses Wort durch den realen Raum auf dich.Wenn Sie ein Fenster in der Nähe haben, drehen Sie Ihrem Computer den Rücken zu und öffnen Sie das Fenster, um den Klang der Wörter zu hören. Wenn Sie dies nicht tun, können Sie es so lassen, wie es ist. Und wenn Sie die Bedeutung der Worte verstehen, die ich durch mein Fenster auf Sie geworfen habe, versuchen Sie es.Wenn Sie die Bedeutung der Worte erhalten, die ich durch mein Fenster auf Sie geworfen habe, versuchen Sie es. Durch den realen Raum kann ich dich nicht sehen. Aber ich versuche zu fühlen, was du tust. Enzentku.Enzentku. Enzentku. 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 Enzentku.
So, verehrte Gäste, ich hoffe, wir haben Sie konnten ein bisschen ausspannen und ausruhen. Ich würde gerne jetzt das Gespräch mit Frau Tezuka Natsuko beginnen. Mal sehen, ob sie wieder da zurück ist. Tezuka-san, sind Sie bereit? Ich möchte kurz zuvor Frau Tezuka einmal Ihnen vorstellen, für diejenigen, die Sie vielleicht nicht kennen. Sie hat ja schon vorhin im Eingang von Frau Kyotas Welcome Speech gehört. Wir haben gehört, dass sie sich mit Pantomime beschäftigt hatte, bevor sie im Jahre 1996 zum Tanz wechselte. Sie war auch bei zahlreichen Wettbewerben dabei. Unter anderem war sie Finalistin für den Toyota Choreography Award. Dann folgten auch verschiedene internationale Auftritte im Ausland. So war sie auch in Asien unterwegs, in Korea, Singapur, Indonesien, Sri Lanka. Ich habe gelesen, dass sie zum ersten Mal 2007 in Berlin war. Und seit 2018 lebt sie in Berlin, also erst ganz frisch, erst seit 2 Jahren. Als erste Frage erlauben Sie mir, Frau Tezuka, Ihnen vorzustellen, wie fanden Sie die Performance heute und was sind Ihre unmittelbaren Eindrücke, die Sie heute sammeln konnten? 今日は、日本でアーティストとして関わりのある皆さんもたくさん参加してくださって、すごく心強くて、ドイツ語話者の皆さんもそういう積極的に参加してくださってすごく楽しい時間になって嬉しかったです。Machen Sie eigentlich öfters solche Performances online und digital, jetzt wo wir so viel aufgrund der Corona-Pandemie gezwungen sind, auf den digitalen Medien auszuweichen? いえ、今回が初めての機会となってます。Das ist uns eine große Ehre, dass das zum ersten Mal, dass Sie mit uns dieses zum ersten Mal durchgeführt haben. Ich möchte aber gerne an unsere Gäste die Möglichkeit bieten, an Frau Tezuka direkt vielleicht zuerst mal ihre Eindrücke zu schildern und eine Frage damit zu verbinden. Ich bitte um Handzeichen, dann würde ich Sie. Sie können aber auch etwas in den Chat stellen, wenn Sie möchten. Ne? Also es gibt, glaube ich, einige Zuschauer, die sich gemütet haben oder die nicht sichtbar sind. Wenn Sie nicht sich zu erkennen geben möchten, können Sie das gerne auch bei mir in den Chat stellen. Dann werde ich das an Frau Tezuka weitervermitteln. Aber ich glaube, ich habe hier ein Handzeichen gesehen. Frau Irmela Erkenbrecht, bitte sehr. Ja, erstmal möchte ich sagen, dass es mir sehr großen Spaß gemacht hat. Ich bin selber Übersetzerin und habe mit Sprachentransfer viel zu tun. Ich übersetze Bücher vom Englischen ins Deutsche und das war für mich sehr interessant mit einer Sprache, die ich noch gar nicht kenne. Meine Frage ist, am Eingangs wurde uns berichtet, dass Sie sonst diese Aufführung mit einer anderen Künstlerin zusammen machen. Und ich bin jetzt einfach neugierig zu hören, wie das ausgesehen hätte. Was hätte Ihre Kollegin gemacht? Hätte sie unseren Part übernommen, den deutschen Part? Oder hätte sie Pantomime getanzt und so weiter? Das würde mich sehr interessieren. はい。一緒にやった方は、ワークショップの中から、お一人、一緒にやる方を選ばせていただいてた、ドイツ語話者の方で、それで、物体、今おっしゃったように皆さんが今ドイツ語話者の皆さんがやってくださったようなことを、その方がやってくださった。つまり私の、ドイツ今日は私と、ドイツ語話者の皆さんで、お互いに言葉の壁で遊びましたけど、その相手が、すなわちそのパフォーマーの方でした。で、パントマイム
っていうのは私の出自で書いてありましたけど、動きをパントマイムでやるというふうには、考えずに、その言葉を体で表現する、お互いにその言葉を体で表現するというふうに考えてやりました。Danke, sehr interessant. Weitere Wortmeldungen bitte. 他にどなたがいらっしゃいますか？はい。萩原さんかな？萩原さん。はい、ありがとうございました。今回の、ものすごく面白かったんですけども、今回壁っていうので言語の壁っていうものにフォーカスされたと思うんですけども、他にその壁っていう意味で何かいろいろなものもあると思うんですが、例えば手塚さん自身はどういうような壁っていうものを感じられていますか？身体的にでも、意識とか文化の上でっていう意味でもいいんで、教えていただければと思います。そうですね、この作品においてということであれば、この作品に関してということであれば、この Zoom の機能であるとか、あるいは、Google トランスレートであるとか、それが、まあ、あって初めてこの作品が成り立っているわけなんですけども、そこにはそれを可能にしすると同時に失っているものが同時にここにあるみたいに感じていました。なので、例えばそれがあることによって、失われているものは何だろうみたいな、まあ、それを壁と言っていいのかわからないんですけれども、そういった見えない壁みたいなものについて、考えながら作りました。そういった壁を乗り越えるっていうことではなくて戯れるっていうふうにしたのはどうしてですか？そうですね、簡単に乗り越えられないからかな。その乗り越えることを目標にしてしまうと、なんていうか苦しくなるような気がします。でも戯れればいいじゃんって思えれば、全然感覚が変わってくるじゃないかなと思います。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございました。danach gibt es noch eine Meldungvon Frau Josephine Matz. Ich wollte mich bei Frau Tesuka für ihre außergewöhnliche Veranstaltung bedanken. Welche Sprache kommt Ihnen schwerer vor, Deutsch oder Japanisch? So, ですね。もちろん自分は日本語話者なので、もちろんドイツ語の方が難しいんじゃないかと思うんですけど、ただ性質が全く違って、ドイツ語の方はこう規則がこうしっかりした規則によって成り立っているように感じます、まあ、自分が勉強している範囲では。でも日本語は、規則がもっと流動的で分かりにくいんじゃないかなと、そういった違いがあると思います。ただどっちがっていうのはちょっと難しいですね。どっちが難しいかっていうのはちょっと言えない感じです。ありがとうございます。はい、ではあきこ山根さんが皆様にチャットに書いていましたけども、そこを覗くことはできますでしょうか？手塚さん。はい、とても嬉しい感想、本当にありがとうございます。
gibt es noch Eindrücke vielleicht von den Gästen, Zuschauern, vielleicht ihre persönlichen Eindrücke, die Sie Frau Tilka mitteilen möchten? Oder auch eine Frage, dann melden Sie sich bitte mit Handzeichen. Ja, Osawa-san. Hi, arigatou gozaimashita. Nihongo-washa ga, doitsu-go を今日のこのパフォーマンスの中で割と正解率高かったんじゃないかっていう気がするんですけど、僕全然ドイツ語わからないんですけど、あの反応を見る限り結構いいところ行ってたんじゃないかなと、勘違いだったら教えてほしいなっていうのと、あの体の部位の言葉にミットが最初につく言葉が3つとも体の部位にあったんですけど、そうなんか示し合わせてたんですかっていうか、たまたまそれが一緒になんかミットが一緒になってて不思議だなと思ったんです。教えてください。ミットってな、真ん中っていう意味わかんない、ちょっと教えてください。先にミットのことについて説明していいですか。はい、これですね、ドイツ語の単語の頭にミットをつけたのは、私です。私ですというか、作品上必要で、つけました、与えられた単語はこのポーバッケのところまで、あるいはこのフィンガーのところまで、でミットっていうのは、日本語の方も、例えば爪がっていうのを つけさせてもらってるんですよね。じゃないと文章にならないからで、同じような理由でミットがついてるんですけど、日本語で言うと多分だけど指でとかなんとかでポーバッケでとかでとか、そういうような感じの意味になります。はい、じゃあ、あのどのぐらい、日本語話者の人たちがドイツ語を理解していたかっていうのをあの 聞いてみていただけますか。答え、どうやって答えたらいいか分かんないか。Ja, schwierig dazu zu antworten wahrscheinlich. Vielleicht können Sie mit Ihren Händen bisschen. Gut oder schlecht oder so. Imala-san. Die Trefferrate ist sehr hoch. Ich hatte das Gefühl, alle Worte sind verstanden worden. Danke schön. Dewa, zugi, donataka.まだ質問がありますか？残ってますか？あの私からそしたら一つ質問、最後の質問になるかもしれませんけども、あのベルリンに、2年前、手塚さんはこちらに引っ越されてるっていうことをあの知ってますけども、あのベルリンの街っていうのはどんな印象を持ってますか？それでこの壁を毎日毎日この生活の中で感じますか？それともだん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 溶け込んでいっている感じになってますか、この社会に。ベルリンに来るまでベルリンがどういう雰囲気の、場所なのかっていうことをそんなによく知らなかったんですけれども、こっちに来たらすごく自分に合っている街だなというふうに感じました。ゆるい人たちが多いという印象がありまして、いい意味で、なんていうか、服とか、なんていうかな、こう雰囲気とか喋り方とか、あのコミュニケーションの方法とか、あのかっちかっあんまりかっちりしてないで、こうゆるくてこう不思議な人たちもいっぱい道端で見かけて、あの不思議な行動をしたり不思議な言動をしたり、あの意味不明な
人とかいっぱいいて、でそういうのが、私にはすごく合ってて安心してこう自分もちょっと普通の人間からちょっとずれてると思うんですけど、それすごく安心してそういうふうにその自分のままで生きられる場所っていうふうに思ってます。 Vielen Dank, Frau Tezuka, für diese interessante Antwort, und ich glaube, das können viele Berliner auch nachvollziehen. Ich weiß nicht, ob ich auch für die Berliner sprechen kann, dass Frau Tezuka eigentlich da schon den Nerv der Stadt getroffen hat. Ich möchte jetzt so langsam zu Ende kommen, möchte mich ganz herzlich bei Ihnen, Frau Tezuka, und dem gesamten Team für das Gelingen der heutigen Veranstaltung bedanken. Und aufgrund des Lockdowns, der leider ab heute hier in Berlin anfängt, möchte ich auch an unsere Freunde, Freundinnen in Japan herzlich grüßen und Ihnen alles Gute wünschen. Bleiben Sie gesund, und wir werden uns wahrscheinlich wiedersehen, entweder in Berlin oder in Japan. ありがとうございました。ありがとう。みんなまた連絡するね。ありがとう。ダンクシュー。